こんにちは。姉のみーです。妹のゆみりおんです。今回はこちら、姉妹で遊郭編ド派手に描くということで、鬼滅の刃遊郭編のキャラクターをド派手に描いていきたいと思います。では早速作業過程をどうぞ。はい、今回はね、我々遊郭編についての愛を語っていけたらなと思います、うんうん、もうだいぶ前にね、全部遊郭編はアニメで終わっているんですが、この前あの DVD が発売されたっていうのを見たので、じゃあもう一回描いちゃうみたいなノリで描いちゃいました。何をとりあえず描こうかで、あ、ね、まあね、天元様はまあ絶対ってなって、そう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 、でもそうなったらやっぱりいつもあの鬼兄弟も2人して好きで、そう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 、うち鬼すごい描きたいって思ってたから、私は天元様描きどうしても描きたくて、でちょうど2人とも描きたいのが違ったので別のキャラクターでやってみようかということで初挑戦してみました。で遊郭編はね、かっこいいシーンが多いね。バトルシーンがーもうすごい最高だったよね。最高。あ、天元様のさ、うん、あの男らしさっていうの、頼れる感じがもう惚れる。こんな旦那が欲しいよね。あ、こんな旦那が欲しい。やっぱ男らしさいいよね。頼りたいよ。しかもかっこいいじゃん。かっこいい。顔もいいじゃん。髪下ろしたのとこう結んでるバージョンと、うん、ギャップがね。あ、でもなんかさ、このバトルシーンのちょっと垂れてる髪がね、そうそう、髪ちょっと乱れてる、ある状態がいい。とてもわかる。もうどれもイケメンなのよ。わかる、総合的にね。あと、うんうん、嫁に対する配慮、あー、もう俺はとにかくお前たちが大事だからって、あ、死ぬなよ。素晴らしい。え、でもさ、ゆうたろうも、うんうん、好きだね。好きなんだよね。最初はね、なんか、うん、わ、すごいの来たなって思ったけど、なんかだんだんこう、なんか可愛いよね。可愛い、なんか可愛く見えてくる、なんか可愛く見えてくるんだよね。でもなんかかっこよいさもあるんだけど、うん、で、あの独特しさもあるんだけど、可愛いよね。可愛い。でもなんかさ、戦闘中のあの頭の切れる感じたまらないよね。たまらない。え、頭いい、頭いいっていうか、頭の回転早いっていうか、ダキとのさ、あー、ダキはダキで可愛いよね。でもちょっと頭は弱いっていう、弱いっていうところをお兄ちゃんのフォローしてて、そうそうそう、可愛い。で、美人さんでね、うん、声もすごいダキね、あの、沢城さん、沢城さん、たまれないね、ほんとにたまれない、たまれない。ちょこちょこ噛むのよね。なんかこう、上がってくると余計噛むんですよね。たまらないね。なんかあの、笑い方いいよね。いいね、鬼らしい感じが、鬼らしい感じ、さすがだよね。うん。で、あと私があのシーンが好きなの、回想シーン、もう最後の方の、あー、最後のね、その、うんうん、鬼兄弟二人の回想シーンで、書いててボロボロ泣くよ、ボロ。え、あの、ゆきんこの、そう、ゆきんこのところ、わかるかな、ね、そう、ゆきんこのところがどうしても好きで、かけかけ、かくは天元さんもかけながら泣いてたから涙が垂れそうで大変でした。垂らさないでください。冷たい。そうだよねとかじゃない、冷たくない。うちあの伊之助描きたい。描いたらいいさ。伊之助描きたい。天元様も描きたい、ね、あ、そうだ、なるよね、うん、描きたくなる、見てると思う。素晴らしいよね、キャラクターがね、全部ね。あれじゃん、鬼化したねずこもね、描きたいよね。描きたいね。炭治郎も描きたいし。炭治郎のあのさ、アスリートでいうゾーンに入ったみたいなあのシーン、炭治郎いいよね。いいね、描きたいね。描きたいね。あと気づいたことが一個あったの。今回天元様のこれを描いた時に、うん、あのシーンを探してたの、うん、ひたすらアニメを見返して止め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 てって言って、そうだね、ボンボンボンってしてたの、うんうん、したらどのカットも美しいの。美しいね、もうあれは神作画っていうの、アニメーションっていうの、そうそうそう、どこ止めても変な、すごい、いや、とこがなくて0コンマ何秒とかじゃん。そうだね。それにかけてる熱を感じて、もうすげーなーって思って、そっちでも泣きそうだ。あ、その感動ね。そう、そっちの感動もあった。いや、でも本当美しいよね。美しかったね。あのさ、天元様のさ、あの、うん、待ってる時のさ、花火のパン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 って、あれもう、あ、かっこいいってなる。わかる。かっこいいってなる。ってなるよね。そう、あれなんか鮮やかだよね。鮮やかだね。すごい綺麗。ド派手だね。うん、ド派手。そう、ぴったり。かっこいい。うん。あの表現になるのがすごいよね。あれいい、すごいあのシーン大好き。うん、漫画って私は先見てたから、あ、知ってたけど、あんなに綺麗になるとはっていう、あ、びっくり。姉ちゃん漫画だもんね。うちはもうアニメでしか追ってない、アニメ待ちしてるんだけど。私は早く全部見てほしいんですけどね。いや、私はアニメで見たいんだよね。そうそう、断固アニメ待ちをしてるしてるね。アニメ待ちして、アニメを見てから最後漫画を読む。ああ、なるほどね。いや、漫画もいいよ。いや、まあね、イラストが素晴らしい、うん、
違うよね、やっぱアニメと漫画だとね。うん、漫画は漫画でいいし、アニメはアニメでいいし。アニメが終わるまでちょっと待つよ。あの話せるようになるまで待つ。完成しました。イエーイ。私は天元様を描きました。もう天元様が好きすぎて愛が溢れたんではないかなと思います。もうとにかく天元様のかっこいいアクションシーンを今回は描きたくて、 でも1枚だけだとちょっとこう動きが足りないなと思って2枚描きました。いや、いいね。ありがとう。とても頑張ったと思う。もうこだわりが詰まりすぎているので、ぜひ皆さんにね、細かく見ていただきたいなと思います。ねえ、もうイケウもありつつ、かっこいい、あの、まあ、皆さん分かりますかね、これが何話のどのシーンか。もうぜひね、まだ、あ、どこだろうと思う方は見返してもらえたらなと思います。顔すっごいいいね。そう、いい顔してるでしょ。いい顔してる。かっこいい、これ。で、今回こだわったポイントが、まあ、天元様の顔と腕の部分、筋肉を、かっこよく描きたいなと思って、そこもこだわってやってみました。で、背景が初めてだったので、うん、ちょっとアナログで描くとね、アナログ、自分で拾った自分で拾っちゃった、ちょっと拾わずにはいられなかった今のは。アナログで一応極限まで頑張ったかなとは思いました。いや、すごい背景チャレンジしてる精神がすごいよ。めっちゃ時間かかった。すごい、ありがとう。でもあっていいね。うん、あった方がよかったよね。うん、しかも地味にね、炭治郎おんねん。気づいた？羽織が。そう、羽織がね。はい、そんな感じでございます。はい、私は上弦の6の鬼兄弟を描きました。ダキと、牛太郎ですね。もう大満足の出来ですね。もうド派手に描けたと思います。ダキの帯の色が、実はこれ100均のマーカーでして、見えない。なんかコピックになんかどう頑張ってもこの欲しい色を出せなくて、そしたらね、100均のマーカーがドンピシャピンクで、もう素晴らしい効果を出してくれました。すごいね。もう100均に見えないもんね。うん、最高です。今回うちはやっぱ鬼だから、鬼のこの毒々しさって感じを表現したいから、紫をめちゃめちゃたくさん使いました。めちゃめちゃたくさん使いました。そう、だから毒々しさ出てますでしょうに。出てます。全体的な統一感もあっていいよね。うん、そう、影はね、まあ、紫中心にやってるから、牛太郎とね、うん、ダキの肌の色が結構違うけど、そこで合わせて統一感を出せたかなって思います。うんうん、あと牛太郎の髪がすっごい難しかった。緑ってなんか選ぶのすっごい難しい。うん、あ、難しい。うん、なんかこれだっていう色がなくて、たくさんいらない髪で混ぜて試していい緑が見つかりました。いや、すんごい重ねてるのが分かるの。うん、近くで見ると納得のいく緑が見つかってよかったです。並べてみます。今回はやばいね。うん、今回はやばい。ピカイチでしょ。いや、もう最高傑作ですね。うん、2枚ともなんか違う良さが出てるよね。うん、そうだね。なんか姉ちゃんのは本当に躍動感感じるよね。うんうん、アニメのワンシーンだし、うん、なんかうちらの近くはイラストって感じするし、うんうん、でも迫力がすごいよ。本当にいいと思う。もう並べると余計にこう遊郭編って感じが、あ、こうドンってドンってくる。それが嬉しい。うん、もう一回見たくなるような。そう、描きながら何回も見てたけど、他のキャラもね、描きたくなったよね。本当に描きたかったんだよね。そう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 。で、またね、うん、あれだよね、みつりちゃん編。ああ、そう、みつりちゃんね、描くんでね。うん。もう描いてある。描いてあるのがあるので、そちらも楽しみにしておいてもらいたいなと思います。うん、今回は私が天元様、妹が上弦の6の鬼兄弟を描いてみましたが、いかがだったでしょうか。ド派手に活かしてたと思っていただけたら、いいねとチャンネル登録もよろしくお願いします。最後まで見ていただきありがとうございました。また次も見てくださいね。バイバーイ。